私は、あのー、まあ、再びあのー、株を買って、あのー、まあ、利益を出していきたいなと、と、まあ、思って、また再び、まあ、これ出してるんですけど、僕が買ったのは2月24日木曜日に出前缶を701円で100株買いました。まあ、できれば828円まで目指したいんですけど、まあ、あの、788円、まあ、これ、まあ、この間ぐらいでちょっと売りたいなと思ってます。で、あのー、 2月25日の、まあ、金曜日の終値は720円でした。まあ、このまま順調に上がってくれればいいなとは思うんですけど、まあ、あの、658円まで一回下がってるので、まあ、ま、まあ、ちょっとどうなるかなと。もしこの額であ売ることができれば、次に狙うのはこの2つですね。証券コード3073。 ディ,ーディーホールリングスですね。この会社は主に東京東京を中心に、あの、居酒屋を、まあ、運営してる会社なんですけど、まあ、配当金はありません。で、優待は、あの、100株。まあ、今、確か408円だったと思うんで、まあ、4万800円ですね。で、あの、6000円分の食事券がもらえます。600株だと1万2000円か5キロのお米券。 1200株だと24000円分の食事券か 10kg のお米券がもらえるんですけど、まあ僕は100株しか買わないですね。まあ買うとしても。で、あの、まあこれを、まあ、まあ正直、優待狙うよりも、これだったら、あの、まあこれ食事券ネットで売ることできますけど、2300円ぐらいだったらもう売るよりも、ちょっとでも利益で出たらとっととっ他の株買おうかなと、まあ思ってるので、あの、 まあ、どうなるかっていうところですね。ただ、もう一個狙っているのがあります。それは、この、証券コード3 0 0 3ヒューリックっていう会社ですね。この会社は、あの、2月25日の金曜日の終わり値は、1028円でした。で、配当金は、あの、1株あたり40円くれるそうです。なんですけど、まあ僕はこれできれば、988円で買いたいなと。まあ、売るときは、1088円です。 まあ、で、これあの、有体も結構しっかりしてるんですね。優体は3000円のカタログギフトがもらえます。ただし、3年以上保有すると6000円になるそうなんですけど、まあ今回は利益が出たらすぐ売ろうかなと、まあ思ってます。まあ、あの、まあでも配当期、まあカタログギフトがの内容もちょっとわからないんで、まあ、ゆくゆくお金が貯まったら、まあ保持しといてもいいかなと思ってます。